どうも、くまです。今回は大会の試合のリプレイを見ていきたいと思います。福さんもいます。福です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、昨日大会があって、私も録画はしていたんですけど、ちょっと録画ソフトがバグってしまって、うまく録画が撮れてなかったので、今回はリプレイでの観戦となります。じゃあ行きましょうか、福さん。はい。せーの。おいし。おー、始まった。始まった。え、もうスタートしてる？いや、まだ。読み込み？オッケーオッケー。読み込み。いやー、昨日の試合辛かったっすね。いや、辛いね。相手強すぎ。あ、始まったかな？俺まだ真っ暗だわ。あ、プレイヤーの入場を待っていますになってる。お、来た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 。じゃあやっぱ見ていくのは、まあ私のプレイを見ていきましょう。ちょっと待ってよ。熊隊長を。熊隊長の視点で。了解です。ちなみにスペースを押すと、あれだね。うん。一人称とかで見れる。あ、待って、俺がいない。あ、いた。オッケー。さあ、熊隊長走り始める。ボムを持ったまま走り始めて、ボムを食らう。いや、このボムうまいよね。うん。で、ここで撃とうとしたらここで服に殺されると。そうね。いや、大変申し訳ない。これはこれ相手がめちゃめちゃ強いんだよね。相手ね、みんなプラチだよな。そうだね。あーで、裏からやられると。うん、強い強いなぁ、ほんと。敵の意思疎通がマジで完璧で、ちょっとどうしようもなかった、ほんと。さあ、ここでロノさんが1番に行こうという指令を出すんで、みんなで1番ラッシュを仕掛けていきます。だが、ここで熊隊長死亡。で、敵は1体倒したんだけど、もう全員寄ってきてるね、1番に。多忙すぎ。本当だ。寄りが早い。早いな。私ちょっとここでコマコマしちゃったが、遅いんだね。なるほど。これで2ラウンド目敗退と。うん。で、次3ラウンド目。ここもロノさんはどこに指令出したっけ？2番か、2番に、あ、違う、自由だって言ったんだ。あで、ここでボムでしょ。なるほど。いや、このボムはマジでうまい。そうね。どうしようもないボムだった。どうやって投げるの？あ、それは後でちょっと、リプレイで見ればわかると。相手してんだ。あ、そうだよ。そうそうそう。ここで、そう、ここで俺がアニマさんに裏行ってるっていうのが遅かったから。そうだね。うん。やられちゃって、で、福さんもやられると。やられると。あ、ここはちょっとほうれん草がうまくいかなかったと。で、熊隊長次、ボムを待ってから。そう、ちょっとボム怖くて待って、わ、こんなとこに来てんのかーっていうね。これはもう本当に怖いわ。そして2番詰めてる？詰めてないか。で、熊隊長、行こうかなっつって、どうしようかなって言ってる時に敵が攻めてきて、これ8アウトよね。これはタイミングがちょっと悪かったね、お互い。さあ、ここで、ロノクマ全員死亡。いや、かなり短いスパンで、ロノクマガンガンやられてる試合になりますね。本当にね、この、敵は強かった。多分今まで戦ってきたクランのどこよりも強い気がする。さあ、ここで敵詰めてるの気づかずにハンドクッターが死亡。あ、さあ、敵や、降りが早い早い。もう本当に同じユーロ武器を使ってんのかっていう疑問が抱くほど強い。強いね。ああ、さあ、ここで熊隊長1番に行くが、
いまいち味方と噛み合わなかったんで、どうしようかなーと思って。出たところ左から来て、かなりダメージ食らって、しっかり噛み合ったから。ここでも殲滅気味ですね。そうね。やっぱりもう。それで1番にいないことを敵は確認したんで2番に寄ってきてて、まあ1番は1人だけ残すと、うん、やっぱり、まあ、しっかりしてるよね。あで初音さんもが1番の方に、そうだね、 C4 取りに行こうとして。あ、 C4、 そう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 、なるほどなるほど。で敵はかなり深いところまで2番クリアリングしてきてるんで、おそらく2番じゃないなってところはもうこの時点でバレてるんだよね。そしたらやっぱ1番に寄ってきたね。そうだね、もう2番の深いところまで行ってるから、あ、これは2番じゃねえぞと。一人は裏取りで、そうだね、で1番を厚くすると。そうだね、これで1番が厚くなったと。でセンタークリアしたからセンターのやつも1番に寄ってきたと。うん、いやこれはもう太陽の石さんがクリアリングしたったらもう一番に寄ろうみたいな感じだね。さあここで3対2というもう不利な場面からの立ち合いになっちゃうと、うん、ゆっくり時間をかければかけるほど一番に寄られてしまって、うまいね、うん、寄せ方が、寄せがうまいね。うん、いや本当意思疎通できてるよね、ちゃんと。そうだ。さあ熊隊長の守り、ここは2番に守りに行こうということで2番に守りに行きます。守るのは福さんと私で2番を守るという計画になってましたが、うん、センター、これセンターラッシュ来てるっていう報告を受けてセンター見に行くんだけど、もう時すでにですしセンターが崩壊気味で、カットされて、カットされてた。お、これちょっと頑張るんだ。ちょっと頑張った最後。さあ、計何分で終わったのかっていうわからないぐらいすごい早い試合だったんですけれども、まあこれぐらい相手がね、やっぱり今回の大会はすごく強かった。うん。もうそこが顕著だったかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。よろしくお願いします。またね。